人工協会は、機械工業における経営の改善、技術の向上その他機械工業の振興を図ることを目的として、事業運営を行う業界団体である、略称 JSPMI。1964年8月24日に、機械工業会の総意と協力によって設立された、経済研究所と技術研究所での事業を軸として、 機械産業の発展振興に携わり、事務局と経済研究所は、機械振興会館内に、技術研究所本所は、東久留米市にある。機械振興会館や、ビッグライブラリーの運営、調査研究事業、優れた技術開発成果を表彰する、機械振興協会賞の実施などを行っている。機械振興協会は、事務局、経済研究所、技術研究所からなる。 機械工業関連のリサーチライブラリーであるビッグライブラリーは機械振興会館地下1階にて運営されている。1964年の機械振興協会設立に伴い機械総合研究所から技術研究所と解消した。機械振興協会における事業については2010年度以降公式ウェブサイトから事業報告書、 財務諸表及び収支計算書を入手することが可能である。ありがとうございます。